お願いします。これですか。はい、ですね、もともと音楽に興味とか持ったきっかけっていうのは、もう新聞配ってたんですけど、小学校ぐらいの時からこう見えて、その新聞を配ってたって田舎なんで、小学校に5軒ぐらいしか配ってないんですけど、田舎なんで家がすごい離れてるんですよ。それで遠いところを多分うまいこと丸め込まれて配ってたんですけど、その隣の、これが小学校の 4,5 年の時に高校生だったんですけど、その人がフォークをすごく、その頃ニューミュージック、フォークがすごい流行ってて、でなんか YM なんとかとか、なんかヤマハミュージック、なんかコンテストみたいなの結構いろんなところでやってたと思うんですけど、そういうの、その自作の曲で出るような兄ちゃんなんですよ。マジで。それで、でその人はすごい聴いてた、フォーク。それで、その人のところに遊びに行くと、やっぱそういうの、いろいろ聴かしてもらえるんで、で歌詞がやっぱりなんか面白くて、やっぱ男女の歌とかあるじゃないですか。で小学校ぐらいに色気づいてもくるんで、なんかすごく面白くて、でその辺から興味を持って、そのうちにまあテレビとかベスト10とかの始まると、どんどんいろいろ新しいの来て見るようになって、そこから横浜銀河ですね。で中学ぐらいにモッツです。でその頃はギター、ボーカルやってたんですけど、それで高校に行って、と同じ高校なんですけど、ね、カズと会って、それで一番初めに衝撃を受けたのがスターですね。これは もちろん再発で持ってないんで、カセットしか持ってないんで買ったんですけど、スターリンがもう衝撃でしたね。でもパンクっていうのが衝撃で、夢がもう一気に広がったっていうか、スターリンは歌詞も良かったんですけど、曲も自分が聴いてたのに全然速いし、スピードも歌詞もまあ深いというか、深いなと思ったんですけど、で、あとこうジャケット、こういうジャケットとかでもかっこいいじゃないですか、すごいかっこよくて、そこで一気にもう頭がドンといったっていう感じです。で、まあその頃ラフィンノーズ探してたら、その人出てきたんですけど、これは事故があった事故あった時のやつ、やつだよね。まあラフィンとか、だからスターリン、ラフィン、スタート、あ、ライブ版とかじゃなかった。いや、これね、ライブで配ってて、あ、ライブ版じゃなかった、ライブ版じゃないと思う。ただ3曲で潰れちゃって、ね、女性の、そんな事件になりました。そんなのあ、ライブ版、ライブ版、潰れて流行ってる。まあ弾けるよね、だから弾けるね曲が不思議せる弾けますね。すごかったですね、勢い。今でもかっこいい。うん、かっこいい。で、まあそんなんで、この辺が入り口で、はい、一気に、だからスターリンとかラフィンとかを教えてもらって一気に行って、で、今もバンドをやってるって言っても間違いじゃないというか、まあこの時期の影響ですけど、で、その次にやっぱりハードコア、はい、これもテープでしか持ってないんで、当然後から買ったやつですけど、まあ、リップクリームですね。特にその引き上げリップ、そうですね、これがすごかったですね。本当に効きましたね、このテープは。速くて良かったですね。もうスピードがやっぱあのくらい元気のある子、若い子とか、もうトロ臭い曲を聴いてられないですよね。速け速いほどいいと。ていた。で、あと見た目ですね、これもそうですけど、ドリンクウィズショットと書いてある、書いてあったね。これ黒で、あんま好きだっていう人いないんですけど、九州のバンドですけど、これ黒とカムズの一緒に入ってるやつですけど、あ、うんうん、九州とかだと黒とか、あとこれもそうですけど、スワンキーズです。九州、まあ、メンタルロックとかいろいろ言われてますけど、スワンキーズはもう、垢抜けてるし、なんか、ミュージックビデオの走りみたいなのとか作ってたり、うん、最初ノイズやってて、そこから日本語でロックノイズやってて、全部先生よかった。すごいかっこいい。ジャケットもかっこいい。かっこいいかっこいい。ライもかっこいい。
ガイもかっこいいからね。あ、ガイ、前はガイでしょ。ガイ。ガイの後がさ、そういうやつ。なんかエレクトロみたいなやつや。やってた。なんだっけ。スペースインベーダー。スペースインベーダーで。そう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 。あとはもう、あ、ガーズ。こういうことないです。うん、パンク、スターリーとラフィンで入って、ハードコアって、あの辺の感覚が今でも思い出す。今でも全然聞きますし、何か物を考えるとき戻ったりもします、ね。あの時の自分とかどう思うのかな、今の俺をとかは、たまに思ったりします。まあもう、この辺がなかったらバンドはやってなかった。まあ、デッドバンにしても、もちろん、カーズでやってもらって、そんな感じですか。ストレートなハードコアのドラムっていう印象は、やっぱり彼とデッドバン見てるときあんまりないというか。はいはい。はい、まあ、でももちろん、荒々しさってパンクっぽさすごいあると思うんですけど、スタ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 とかでは、やっぱり、あんまりないので、でドラムスタイルにやっぱ影響を与えたっていうのは、でも、やっぱりあると思うんですよ。あると思いますね。いわゆるああいうビートではないけど、そうですね、あれ形っていうか、そのまんまではないと思うんですけど、ハードコアとかパンクのすごいかっこいいと思いますね。特に好きなハードコアのドラマの方は、それはもう、ピルさんですよ。独特ですよね、あの人のハードコアっていうと、ちょっとロックンロールっぽいところもあるし、なんか変にちょっと突っかかっていくっていうか、あんまり切れ目がないみたいなことになってくるので。ちょっとかっこいいと思います。タイムとか結構かかる。いや、僕全然行ってないです。だから田舎にいて、それこそテープに撮ってもらってとか、まあ、たまに高速バスに乗って、西口のレコード屋まで来て、これを買って帰る。そんな青春。帰るみたいな。高いですよね。だからバス代を置くとかかってます。そうですね。今新宿にいるんだけど、エジソンってどうやって行くのって、田舎、俺がうちに行ったら電話が来て今どこにえ、そうじゃん、どこで撮る長野です。あー、長野からバスで。そうだ、何枚もいろんな、まあそんなたくさんお金もないけど、やっぱり何枚もあれセカンドなんですよ。まあセカンドかっこいいですよね。そうそう、ね、これ初めて買ったのが、そのガーゼで買ったのがこれだったんで、うん、俺にとってはもうファーストだと思ってるんで、これセカンドだった。こんな感じ。そんな感じです。はい、で、たくさん。はい。今回、さっきも言ったんですけど、引っ越ししまして、はい、いろいろ、一番最初に、俺小学校の時に買ったレコードが出てきたんですよ。ビートルズのベスト版なんですけど、はい、これ小学校2年の時に、はい、多分ね、兄と、それこそお小遣いを出し合って買ったんですよね。でこれで針を落とすじゃないですか。シーラブズユーって曲が始まるんですけど、イントロが2秒ぐらいですよね。どどんどんどんシーラブズユーって言うんですけど、それでパンクに目覚めつくってつなげるとあれなんです。もちろんベストバンって知らないで買ってる。そう、全然知らない。もう何人もおるんですけど、ステレオって書いてありましたよかった、ステレオで。これはむちゃくちゃ聞きましたね。これスタートなんですけど、そこから長すぎて、あんまり話してもあれなんで、あと引っ越しで出てきてたやつで、俺そういった意味では好きだったなっていうのは、ロイヤルトラックスって言われたんですよ。あ、あのね、もう音楽性全部しょっちゅうあるんですけど、プシガロアって、ジャンプバンドみたいなの好きで、プシガロアの人なんですよね。ニール・ハガティって言って、で、それが、あのすごいモデルみたいな、細い、ジェニファーズ、女の子と、二人でクソジャンクのやつをやって、で、この辺そのクソジャンクのやつも面白いんですけど、出すたびにどんどん洗練されていったりとか、最後打ち込みとかもやったりするんですけど、この辺のジャンクのやつってちょっとストーンズっぽさっていうか、なんかね、ストーンズのいい感じの雰囲気がちょっと出たりとかしてて、すごい好きだったんですよ。このキスなジャンクじゃないですよ。なんかちょっとロック感。ロック感からでありますね。あんで最初のノイズもすごい好きなんですけど、この人のボーカルもすごい好きで、ロマンチックとか、なんか、むちゃくちゃになりたい時とかに最初聞いたんですけど、やさぐれたくなるような感じの。で、すごい細くてかっこよかったんですけど、一昨年再結成、活動始めたんですけど、
関取みたいになってる。ものすごい出口になってるのに、ライブとかやってるんですよ。新譜も出してるし。かっこいいでしょ。再結成じゃなくて。再結成みたいな、まあ、あの、この2人がいればロイヤルトラックスなんですけど、うん、今ね、この間、17年くらいのライブ見たら、デッドパンみたいに、こう、なんか、シンセみたいなこれといじり出して、ね、ギター2本いて、ドラムいて、みたいな感じで、そんな編成になってたら、なかなか面白いです。ロイヤルトラックスって特に好きなアルバムというか音源、時期だったんですけど。あのね、これ持ってこなかったんですけど、その一番最初に言ったら真っ黒いジャケットの、うーとかわーって言ってるだけなの。それが好きですけど、これなんかもう全然ジャケット違って一番音いいですね、これ。こんな感じで。確かに。で、あと、好きだったなと、スチーボールバスターっていうバンドがあって、これは VHS も出ていたんで、もう気になるんですけど、これもなんか、あの、部屋片付けなくていいやっていう気持ちになるときの音楽で、結構聴きました。最初に、宝島って雑誌に、ディスクレビューが出てて、クッソジャンクのかっこいいラムの書いてあって、名前は覚えてて、その後に耳にしたのがかなり後なんですけど、パラノイドのカバーをやってて、それがまたノイジーでかっこいいんですけど。で、これもなんかね、曲がいいんですよね。ちょっと独特というか、ポップというか、どのアルバムもリフがかっこよくて、ドラムの人も叩きまくってて、すごいかっこいい。あと、オズマ。メルビンズのこれもすごい聴きましたね。メルビンズは、これキッスが好きだったんですけど、キッス真似したりしてたんですよね。メンバーそれぞれ顔ジャケのアルバム出したりとかして、ね、あとその、あとこれ、んこれ、はい、これね、ギタリストっていうじゃ何かなと思ったら、ロバート・クワイティとか好きで、あれそう、で、これ、そうそう、で、これボイドイズのギター弾いてたりするね。ラブジェネレーション。最高のギターソロ。そのアルバムあれですよ。これスクリッティポリティかなんかの一緒にやってる。なんだろうな。なんか、ロバート・ファインって言うのって結構それはあるよ。あ、ほんとですか。すごいなんか好きな人ってやっぱりさ。なかなか最後まで通して聞きになんないんですよ。なんかね、でもかっこいいですよ。あの、コーラス入れたギターみたいなのかな。ずっとインストでダラダラ続くんですけど、これはすっごいあの、鋭角なあのギターソロなんですけど、この人もなんか全然パンクっつうじゃなくて、なんつうのかな、おじさんみたいな感じで、切れまくったギターを弾いて、すごいかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよ。うん。もう、すごいっていうか、なんか。そう。で、なんかおじさんがもうぶち切れて弾いてんのかなと思ったら、やっぱインタビューとか最近読むと、まあ、ジャズとか、もう昔のロックから何かが全部ちゃんと吸収してて、すごい大リコードとか使ったりとかして、かっこいいんですよ。その上で、あむっちゃくちゃなんで弾けるってとこが好きです。結構ギターとしてもやっぱ影響を受けたというか、あのむっちゃくちゃ弾いてますけど、あのやっぱね、素地があってのものだなって感じしますよね。だから真面目にやろうと思いました僕は。ベルベットを上げてたんですか？ベルベットはね、あの全員そうだと思います。ベルベットは持ってますけど、ボックスも持ってるし、ロバート・クワインからベルベットに。そうですね、ニューヨーク。はい、めちゃめちゃベルベッツ強だったっていう。そうそうそう、ロバート・クワイン、ベルベッツがベストバンドだ、最高のロックンロールバンドだって言ってます。テレビとかスポーツのこと、あ、大好きですね。片やニューヨーク、片やドイツ。そうそうそう、ニューヨークからドイツ。それがデッドバンド。ロイヤルトラックスとスティールボールバスタブは時代的には同時代のバンド。そうですね、うん、結構当時のニューヨークみたいな感じで、そうそう、ぐっちゃぐちゃの、うん、同じぐらいの時期ですね。それはやっぱプレイとかに、これ出したいな、ジャンク感出したいなみたいなっていうのは。あ、すごいジャンクって言葉に憧れた時期があって、言ってましたけど、なんかギターで自分が表現すると、ただむちゃくちゃなんで、うまくいかない。でもジャンクってなんか、まとまったような感じするじゃないですか。そんな気分でやってたことあるんですけど、なんかもうちょっとかっこよくやりたいなって。やっぱりこう、好きだったりするジャンク感出すのって結構難しいというかところがあったり。そうですね、たくさんお酒を飲んだりとかいろいろすればいいのかなと思ってたんですけど、そういうもんでもないかな。ビデオスティーブ・ポール・カットも
で、スティールボールバスターもかっこいいなと思って、で、これ新宿のエアーズで買って見てみたら、見た目あんまかっこよくないんですよ。見た目がかっこよくねえんだよな、びっくりするぐらいかっこよくないなと思ったんですけど、でも演奏とかはすごい、すごいかっこいい。見た目かっこよくないですね。ドラムの人はやっぱギャップ萌えじゃない。ギャップ萌えしなかった。見なきゃよかった。なんだったらもう見なきゃよかったと思ったけど、でもその演奏はでもやっぱ、あとライブの時にずっとノイズをね流して、ノイズ流しっぱなしの中でリングを曲やってたりすると、かっこいいなと真似しようと思ったんですけど、やめましたね。すぐまで取り入れようとしたんですけど、まずいかないな。ちょっと踏みとどまりました。こんな感じですか。